皆さんこんにちは。白石市長の山田雄一です。この度公立勝田総合病院で小児科医として勤務をしていただいている松田忠先生の全面的なご協力のもと、宮城県で初めてとなる国の実施要項での5歳児健康診断を行うこととなりました。それでは松田先生から市民の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、承知しました。公立勝田病院小児科に勤務しております松田忠と言います。この春から発達支援外来で不登校の小中学生を中心に見させていただいているんですけれど、もはやこの半年で100人近くの方が受診されています。こうした不登校の子を減らしていく一番の方策が、就学前に5歳児健診を行って、でそこで、お母さんの子育てだとか保育士さんの意見だとか、そういったいろんなお話を聞きながら就学サポートをしていく。でそれによって、小学校に入った後もういろんなストレスを受けて不登校にならないような、そういった方策を皆さんと一緒に考えさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、松田先生のお力をお借りしまして、本年度は教育改革 3.0 幼児教育保育のさらなる充実に向けて全力を尽くしてまいります。市民の皆様のご理解とご協力、どうぞよろしくお願いいたします。